子供の時にいろいろなんか運動とか活動する時に必ず歌がついてますね。那有一首歌は非常有意思。絵を描く、私は絵を描くのはとても上手じゃないけど、でも今までまだ覚えてるね、この歌。那今天我教给大家ね。非常有意思。他说一个老丁头，我记一下呢。一个老丁头，丁上呢，我记一下呢。一个老丁头，借我俩鸡蛋。我说三天还，他说四天还。哎呀呀呀，三根韭菜三毛三。一双筷子六毛六，一张桌子七毛七，有意思吗？我记上了，ね。这就是一幅画了。絵をできました。簡単でしょ？歌いながらその絵をできますね。嗯，你学会了吗？再见。